山くんです。ちーちゃんです。エハラケチャンネル、イエーイ。ランチトーク。トーク寝てるんですよ、今。そこで今日はですね、タイ料理、いただきます。いただきます。あ、辛い。もう辛い。うん、すごい辛いよね。辛い。あ、好き好き、めっちゃ好き、ね。うん、でもなんかハマるよね、この辛いやつ、うん。しばし平和なご飯時間をお楽しみください。エハラケ食べてる動画をさ、独身の大学生の人とかは、うんうんうん、一緒にご飯食べてる感じで見てるらしいから、うん、テレビで映して。嬉しいな。とわくんさ、今日一時保育行ったんだけど、うん、初めて。初めてね。朝寝ちゃったの、早くおんぶして、うん、下ろしたらやっぱ泣いて、そっから泣きながら遊んで、うん、給食出てきたら、ケロッと、うん、で、完食。謎。え、そんな量あったっけ。麻婆豆腐と、うん、卵スープと、なんかもやしとかのサラダ、うん、食べた後、もうご機嫌だった、うん、もうパパの血ですね、うん、もう食べ物です、全てはモチベーションが、うん、うたくんはなんか給食全然食べなくて、うん、何を食べたか先生がさ、書いてくれるんだけど、書いてくれてたね、いつもね。そう、うん、炒めたやつの中にウインナー入ってたんだけど、うん、ウインナーだけとか今すごい食べるようになったから、うたくんすごい食べるな、うん、おとちゃんも超食べるね。おとちゃんは、うん、ほんと、もしかしたら一番食べるかもしれないね。なんで細いのにな、すごいよね、うん、この間うどん作ったら、うん、一玉作って、で、出汁作って、渡して、うん、おかわりっつって。そう、いやもうやめとけなっていうぐらい食べちゃう、うん、でもそんな太ってないよね、全然。細い、一番細いぐらい細いんじゃない。ガリガリぐらいだよ、お父ちゃん、うん、フードファイターになるから。うん、なんか渋いよね。甘いものもさ、黒蜜きな粉みたいななんか全部食がさ、うん、大人、うん、人生何回目や、うん、10回ぐらいが10回やってる。本当、多分お酒が好きなんじゃない、もしかしたら。そうやと思う。うまみが大好きじゃん。うん、お酒一緒に飲みに行って、うん、ずっと喋ってるだろうね。うまそうやと思う、うん、ずっと喋ってる、本当。おとちゃんとうたくんはずっと喋ってるね、うん、でもいいのよ、うん、おとがさ、やっぱ喋りたいけど、うん、やっぱりまだ語彙力もないからね、うん、こう整理しながら喋るやん。やっぱりこうだらっと長くなっちゃうんだけど、うん、うんうんって聞いとったら、やっぱ最近ちょっとはしょれるようになってきて、うん、すごい説明するのが上手だよね。うん、だから要点だけちゃんとまとめれるようになってきてるから、う、うん、勝手に自分で喋り続けることで訓練できてるんだ。うたくずっと喋ってるじゃん、うん、うんうんって聞いてたら、うん、うんうんじゃダメらしくてうんうんって言ってるとずっと同じこと言うの。うんは答えじゃないらしくて、うたくの中で、あ、いいよとか、そうだねとかにするとやめるのえ、でも、うん、それでもやめへんで。ここ抜けたらすごいよって言って、そうやな、抜けたらすごいよ、うわすごいやんか、抜けたらすごい、わかったって。宇田くんの思ってる回答に当てはめないといけないからあれクイズ問題やった、毎回、うん、そう見てもすごい言うやん、まあ、あの年ってさ、みんな見てって言うやんか、うん、そうそうそう、これ見てって言って、うんって言って、うん、ちゃんと見るリアクション取んやんか、うん、なら俺の目見ながら、うん、見てって言って、いや見てるんやんかっつって、うん、見てこれ見て、これ見て、これ見て、目線までちゃんとチェックしてるからそうそうそう、こうやってわざわざこうしてくるときや、うん、あるあるある、見続けてるかどうかを、そうなの、チラチラずっと見てんの凝視してほしい。そう、トワくんがどうなのかね。ウタが1歳の時、うん、トワの1歳がもうちょっと違うで、うん、トアの方がのそっとしてるというか、そうそう、まあ運動神経がうたくんやっぱずば抜けてたんじゃない。はいはい、もうチャ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 って言って、今でもやっぱすごいもんね、うん、前回りとかもだってだいぶ前からできてたし、ね、うんうん、測定みたいなことも勝手にやってるしな、うん、父親さんから言ってきたんや、この間周りの子と比べたらめっちゃちっちゃいな。一番前かわいいけど、うん、親バカかもしれんけど、目線を送っちゃう存在感がなんかあるというか、うんうん、
ちょろちょろしてんじゃない歌が。で異常に動いてたわけじゃないの、うん、なんだけど、うん、なんか気になる存在感で大事やからね。パパ譲りだね。どうなんやろ。あー俺でも言われたちっちゃい頃から、うん、お前は良くも悪くも目立つから、うん、ちょろちょろすんなって言われた、うん、なんか悪いことがあってな、うん、小学校すぐ先生にいつも呼び出されてたとか、うん、あるやん。ブタそんなんなってたらどうなんやろ。呼び出しって結構なことだよ、ね、結構なことやな。今までなかったからね。うん、なんかええ子やな三姉妹。うん、何にもトラブルも起こさず、うん、ちいちゃん小学校の時解禁やん。小中高まで、うん、休み1回も。すごすぎん。健康だよね。もう一個体強いのがあるな体が強い本当に。熱まで出て寝込むことがないから、うん、ちょこちょこやっぱさ風邪みたいなことはあるよ。でも小学生だからちょっときついから休もうなんて頭ないよね。ないない全然ない毎日外で遊んでたもん。やっぱり男の子って体弱いとかあんのかな。言うよね、うん、言うけど熱で出て休んだりしてたで俺。ふーちゃんは強いじゃん。弱い。ふーちゃんってさ、うん、結構私に似てるなと思うんだけど、うん、似てる似てる似てる。インフルエンザもかかったことないの。うん、うん、はい。パパ起きた起きた。いやー起きた起きた。パパ見えたね。パパ見えたらパパに来るか。よいしょ。そう、かわいいよね。ニコニコやん。上の歯が生えてきたからなんかかわいいよね、笑って。私は今大学1年生です。中学校の頃付き合ってた元彼のことで相談があります。その元彼とは高校時代は半年に1回ぐらい電話をしていて、仲悪いわけではありません。お互い大学生になり何気ない LINE が来るのですが、私が返信するとそっけない返信や既読無視をされます。男の人は元彼にそっけない返信や態度になってしまうのが普通なことなんでしょうか。そして私はここの元彼のことは別れてから4年間好きでいます。しかし電話しかしておらず中学卒業以降会ってもいません、うん、やはりそっけない返信をされている間は気持ちを伝えない方がいいんでしょうか。ゆえゆえ、うん、早い方がいいよね。ゆえゆえ、ずっとさ何年も一人の人をさ、うん、片思いするのもまあいいけど、うん、もう早く知りたくない結果、何早くすっきりしたくない、うん、これ告白しても好きせえへんねんね、うん、どう別れたんか分かれへんけど、うん、でも多分男の人に振られてっていう感じするよね。この感じだと4年間その後好きっていうことは。そうだって妄想だけでさまたさらにさ2年3年経っちゃうじゃん、うん、好きならもうちょっとさちょっと頻繁に電話してみるとか、うん、いやこっちからしたらいいと思うけどな、うん、なんかそれこそさ先週喋ってた、うん、男って別れてからもちょっと元カノに好きにいてほしいみたいな、うん、で別に自分が付き合うわけでもないのにさ、うん、なんかいい感じで置いとくみたいなやらしい部分あるって言ったやんか、うんうん、その匂いが若干しちゃうかな。結構自由なんじゃない男の人は、うん、自分のタイミングで連絡取りたい人と取るしみたいな、うん、もしかしたらね、うん、ずるずる引きずっちゃうのはもったいないから、うん、まあなんか気持ち伝えない方があって別に気持ちはねいつでも伝えていいと思う。気持ちは伝えた方がいいよ。100% 付き合えるじゃないと告白できませんやったらやめといた方がいいと思う、うん、ちなみに多分ねそっけないってこっちが好きやからそっけなく思うだけで、うん、意外と相手は何も考えてなかったりもすると思 う, そ う, そ う, そう。俺結構そっけないって言われるもん。私もさ、うん、スタンプとか一切使わないし。ああそうやな。そう使っても絵文字がさ、うん、なんかもうびっくりマークかハートかみたいな、うん、結構シンプルよ、うん、だからそっけないって思われても仕方ないかもしれないね、うん、了解ってだけだとちょっとそう思うかもね、うん、そうだから俺もニコニコの絵文字とグッドマークみたいな、うん、絵文字一応2つつけて、うん、それつけるだけでだいぶちゃうみたいな、うん、そう難しいよなこれ。これだって携帯文化に強いしか、うん、人しか無理やろ。お父さんとかさ、LINE 送ってくるときとかめちゃくちゃ固い固い、かってる、ね、マー君に送るのがかしこまってるね。もうめっちゃ
なんだろうね、初対面の目上の人に送るみたいな文章やで、敬語で何月何日はよろしいですか、うちのお父さんはもう真面目やねんけど具合が分からんねやと思う、そのスタンスが。そういう人もおるからね、だからもうそんなに気にしなくてもいいんじゃない、その文章で、うん、好きか嫌いかを判断するのはすごく難しいから、うん、もうだってそれこそ逆はあるね、逆、うんうん、ハートマークよう使う女の子おるやんか、あれさ、うん、やらしいよな、勘違いしてまうやんけ、ほんまにこんなモテへんやつ基本的に、でなんでそんなん使うのって言ったら可愛いから、うんうん、違うやん、ハートマークはちょっと好きやないとあかんやん、勘違いするやんかモテへんやつは。そうやってくるよね、最近。そうそう、顔曲げて。こうやって覗いて。気持ちは伝えよう。うん、気持ちは伝えたらいいよ。男の方は、中学の時多分自分が振ったんやったら、うん、もうそっから、自分の中で終わってる気がするな。でも自分の思い出の人やから、仲良くはするし、うん、言いましょう、言いましょう。言ってみてほしいね。うん、はい、ということで皆さんよかったらですね、質問とか悩み事があれば僕はの SNS の DM とか送っております、開けておりますので、聞いてる、はい、DM 開放しておりますので Twitter とかインスタの DM からですね、悩み事とか質問とか送ってください、ちょっと紹介させていただきたいと思います。はい、ということでまた見てください、さよなら、バイバイ、ワトワちゃん、バイバイ、エクレールありがとう。